にちは。プレイタジー、みんらは、クー、イモが、ジャパンサーティング、シュー、ヤシニラ、ベプシパレ、ディネマレ、ジャパンシア、シアマリネ、ドゥ、ジャマジャンドリガ、プレイタジー、プロミュージャンヤレ、テンジャピュー、ロムレ、ソラゴ、イモネ、トゥ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 皆さんは和食、日本料理といって一番に思い浮かぶ食べ物は何ですか？あのめ、ジャパン朝朝でいうこのプリポンボーラーで朝朝はパンヤバレ。お好み焼き。お好み焼きベチバレですね。他に何か日本の料理を知っていますか？私はジャパン朝朝で見ないまあ、ビバでな、寿司、寿司、寿司、ね、はい、とばれの、はい、寿司と答える人が多いと思います。寿司のピザレルやミャレルテマレ。実は寿司は日本ではとても高級な料理です。まあだけど寿司それは日本サーサーでまあ英語で日本サーサーで見るばれ。ですから私たちは頻繁に食べることはできません。だじゃんろちまろるでやあめねあいあささをさとんのみやばう。そこで今日は日本で私たちがいつもよく食べる代表的な食べ物てっぱいさんの好きなお好み焼きを作りましょう。だじゃんろちまろちまろあめねさとんでちまろあちゃいぴってたっぱいさんあやんちゃいめお好み焼きべってばれせん。はい、ではこちらを見てください。自分の名前を見てみます。これは日本の地図です。日本の地図は日本の地図。日本で一番大きな町、東京がここにあります。日本の地図の地図は東京の地図は日本の地図。2番目に大きい町、知っていますか？大阪。どちらが地図の地図の地図の地図は大阪の地図です。この2番目に大きな町、大阪のあるエリアを関西地方と言います。第2地図の地図は大阪の市で関西エリアを呼ばれ、はい、この今日作るお好み焼きは関西地方に住む人たちに、とても人気がある食べ物です。今日の名お好み焼きは関西が住む人たちに人気があるサーサーを呼ばれます。説明はこのくらいにして、これから皆さん一緒にお好み焼きを作りましょう。あこ、こう朝ビロマディお好み焼きをロジャーやん、あろうねスーパービロロジャーやん。はい、それではまず今日は簡単にこのお好み焼き粉というのがあるので、こちらを使って作ります。だろお好み焼きあもんぴばれあり、はね、あとんぴゅうびろどまわ。ここに出来上がっているのがありますね。ミャンマーだと何ていうかな、パンケーキやピザにちょっと似ていますね。今ピャータレあたいべパマロミョウとブロビョインガムレーソインのパンケーキねピザにねとばれとば。日本スタイルなので味がちょっと違います。めっちゃベンスタイル着てるやだろ、ねねねこういうやつだね。まず4枚分だけ作りますので、粉を2カップ入れます。ティアモンゴーなこらうてばめ。リチャスアルメドゥアドゥアなこらうてばめ。ここに水を足します。あらかじめもう私が測っておきました。じゃあロディでこさせたね。はい、ではこれをてっぱいさんよく混ぜてください。いやもうどんまいなりもういいな。はい、それじゃあ皆さん手袋をしましょう。ペレイギリスじゃやんこのてっぱいさんじゃあ後でね。はい、じゃあ次にキャベツを切りましょう。コビヨゴリンピジャバン。これは多いので半分でいいですね。さあ、とくろみやね。で、とわらばにばめ。これをなるべく細かく、まず切ってください。パ
パパレーゼリーでは。ネギも切ります。ちょっとメガネダメ。ではあとカムちゃんにじゃあちくわを切ってもらっていいですね。いやでよパパでビビバン。パパでビビ。これは何という名前は？ちくわと言います。ちくわどこばれ？ちくわどこばれ？何でどばれ？うわ魚でできています。はいじゃあジョーさん卵を割ってください。でジョーさんジョーリーこれビバン。まだいいです。もっと待って、それからこちらと混ざります。じゃあ、今、まあ、これビビーズはね、アイデを手がね、で、アイデを手がね。うん、混ぜてください。もういいビビーズ。これは紅生姜といって、赤くした生姜です。紅生姜と、まあ、ロアロチンレイユの乗せビーズ。一样，那辣爸爸来去养肉，一样收他吧。看来回来他熬那里。大家如果愿意，我们去把嘞。对，这个天かす，これも入れます。日本語で天かすと言います。大家天かすのこばれ。では一枚分いきます。给大家三元六八枚。はい、これにじゃあキャベツを。で、ゴビを手ばめ。なソースは手ばめ。で、ネギを一つかみ。ちょっとめいたソースは手ばめ。で、ちくわも少し。そんなのか。ちくわです。ちくわを、ソースの手ばめ。はい。そして、紅生姜。紅生姜の中に手ばめ。天かす。天かす。天かすの中に手羽目。じゃあこれを混ぜてください。いやでも入れば。ではフライパンを温めます。で、ミープン羽目オープラで煮たまし手羽目煮たまし手羽目煮たまし手羽目。はい、煮たまし手羽目。ありがとうございます。でも入れたら手羽目。はい、ではこれが1枚分になります。哎，底下的工太棒了，每条来看。松嫩嫩，形を丸くなるように整えます。あ、ワインとアンド、ワインワインでとアンド、全然アンド比だね。これはヘラといってお好み焼きをひっくり返すときに使うもので。ဒီဇွန်နေရောဂျပန်လိုဟဲရာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီအိုကိုနိုမီယာကီကိုလှန်တဲ့အနေထားမှာသုံးပါတယ်။တိုင်းစင်မရှိဘူး။ကဲကြက်လာပြီဆိုရင်တော့ခွာကြည့်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုတော့ကျွန်မရှိဆိုးတယ်နဲ့အရန်ကိုအရသာချိမပုံပါပဲ။မင်းသားနဲ့တင်စကျင်လာပါပြီ။ဟဲ့じゃあもう一度ひっくり返しましょう。いい感じですね。ကဲ another day ငုံနေကြည့်အောင်။やってみますか。လုံးနိုင်လား?はい、はい、乗ってみます。見合わせをさばめ。で、で、じゃあ、これで見合わせを乗って。ワン、ツー、スリー。乗んないのあみ。ああ、やだ、締めぼんまべ。とても美味しそうですね。ああ、いや、もうやだ、締めぼんべ。なんか、つきましたね。バイトンサラビの。で、早く焼きたいときに、どうしてもこう、押さえてしまうことがあるんですけど、それもしない方がいいです。แม่ๆแจ๊ะจินเลยส่วนเนาะดีอ่ะนี่แน่ๆพี่ๆไปไล่ลงเฉยเนาะแม่ๆแจ๊ะตามมาเลยคอมมูนิตี้ฮัสคอมมูนิตี้ฮัสไปค่อยๆเดี๋ยวเนาะแต่จินเอาแน่ไปบามั้ยอะเดือนหน้าดิจ๊ะขอเนาะจินแน่ไปบามั้ยได้เดี๋ยว1枚目のこれで完成です。โอโคโนมิยากิตะเช็ดหลอกก็รอพี่รอบาบิแล้วก็นี่ซอสนี่ソーテバメ。少し伸ばしましょう。で、ゾネネピャンビバメ。青のりをかけます。ジェニーでピャンビバメ。シュウビバメ。これも香りがとてもいいです。穴を掘りろま、燃えらばめ。で、ちょっと手来て。
そして今度はマヨネーズです。ピロマヨネーズ手羽目で最後にカツオ節をかけます。これは何かカツオ節を手紙カツオ節どこまで魚です。魚を乾燥させたものを薄くな、なりちゃうかんびろまぬなりちぇたれやらカツオ節どこまで。はい、お好み焼きの完成です。お好み焼きやろびとんばばびせん。はい、ではもう一枚作りましょう。せーの、でせーの、じゃやん。ちょっと、豚肉。そうですね、豚肉は上に乗せます。そうか。うん、2枚目は豚肉を入れましょう。で、おくるりあんにゃお、ちゃがろ、わだてばめ。ほな、あたるるまいだな。これはどこだろうね。食べないね。これだけでいい。豚肉の代わりに他のポテトが入れてもいいですか。このお好み焼きという字を見てください。好きなものを入れて焼くという意味です。じゃあ一体やを手広間県でそれでいれば、お好み焼きとなる。だからエビやイカシーフードを入れる人もいます。大家も如果不送也，毕竟啊，如果 seafood 么呢 ？seafood 的配合被太多亚了嘞，太多亚了。もうちょっと西の方に行く。この広島の人たちはそばを入れます。広島バカどれやろ？カスエテマレ。そう、カスエを入れます。カスエを入れます。あとは、チーズを入れたり。ピーマンです。はチーズを入れます。チーズ。好きなものは何でも入れて。こちゃちゃですし、ペアベルで食べるやばれ。これは何ですか。これは、日本の料理、天ぷらしていますか。ジャパンアザーだけで、天ぷら。その時の残りカスです。お、はい、ちょうちょうれ、ジャパンアザーさ、天ぷらちょうれ、ねやま、ジャンのあれ、やり、もんりでけばれ。だから名前が天カス。だじゃんろ、とえ、みやろ、天カスロコばれ。こちらミャンマーでも天ぷら揚げていますね。はい。うん、ビーフマーマレーを、あ、ちょうちょうらしいの。だから、はい、家で天ぷらをやった後に売ったカスを取っておくと。あ、ちょうせびれなま、もうもうねえじゃね、ハリリねってやるからは。もう一度ひっくり返してみましょう。け、なんでじゃの？レビーないのね。やってみますか。け、どうどうじむら？はい。次はね。あ、美味しい。今日来ちゃったじゃんね。あ、どうどうどうだね。ありがとう。あ、色がいい色になりましたね。あ、やんりやれ、顔がいいだ。でもいいです。もう少し光りかけてもいいかな。こちら側がやっぱり肉がある分、もう少しこちらの面を焼きたいので、もう一度ひっくり返します。なおでじゃん、なおフレビーライバーめ。あたりやでにやれ、スポンバルは。うまい。大丈夫。ヤバディ。け、ヤバディ。ヤバディ。はい、では今度はそうですね。ソースを先にしましょう。け、家のソースを手羽目。ソースをみゃみゃで手羽目。たくさんかけましょう。少し伸ばします。け、そんなにピャマイだね。そして、じゃあ、け、ジンジンでねりピュー手羽目。マヨネーズ手羽目。カツオ節です。カツオ節を手羽目。
い、じゃあ2枚目のお好み焼きテリヤミヤウコノミヤキヤロピソノアマビはい、お待たせしました。じゃあ皆さん食べてみましょう。コノサルヤマビ食べるときは何と言いますか。サレセマパルビョワレいただきます。どうですね、じゃあ皆さん一緒に言いましょう。いただきます。いただきます。美味しい。本当？よかった。ペッパーさんどうですか？うん、ヤンゴイヤダチヤベ。美味しいですか？はい、美味しい。本当？はい、どうですか？大丈夫？ヤンヤラ、ブルーネベ。ヤンコンマレ。ヤンコンマレ。とても美味しいです。うちでも自分で作って食べます。それは良かったです。ちょっと作るのも、いろんなもの、好きなものを入れて、美味しい、もっと美味しいお好み焼きを作って私にごちそうしてください。 OK、 그럼고짜이들하리공공태비로마보비로마야다시대하리요고라인도찌비로마사사지바오はい、じゃあ今日の、番組はここまでです。 OK、 디니오코노미야키어세신야로디마딘야나바로메시はい、皆さんどうもありがとうございました。さよなら。あ、もうね、チーズお願いします。さよなら。ဒီနေ့မှာဂျပန်ဆီယာမာတွေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပြုလုပ်သွားခဲ့တဲ့အိုကိုနိုမီယာကိခင်းလျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေလည်းတွေးမြင်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အနှစ်သက်သဘောကျမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်။နောက်နေ့မှာတင်ဆက်ပေးဦးမယ်ဆာကူရာတိုင်းပြည်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတလေးစီရိုက်များအစီအစဉ်မှာပြည်သက်တွေနဲ့အတူတူပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။ဆာယောနာရာ။